人気アイドルグループ AKB48 を卒業する柏木由紀が最近風呂嫌いを公言し、不潔アピールで物議を醸しています。彼女のこのような発言は清潔感を損ね、ファンや同業者からの批判を受けています。柏木は自己正当化として人に迷惑をかけないようにしていると反論していますが、視聴者からはさすがにこの年で不潔アピールはきついアラサーになって、こんなことを堂々と言うべきではないという声が多数寄せられています。また過去の発言からキャラ作りに必死なのではないかとの指摘もあります。彼女の AKB 卒業後の活動とキャラクター展開に注目が集まっています。